実は話してて、過去の、打ち合わせでよくおっしゃってたのは、やっぱりその現場に入力してもらえなくなることが怖い。新しいシステムの画面だと、Excel の入力に現場が、営業部の方が例えば慣れてたりすると、Excel じゃないと入力できないみたいになって、数字がこう集まらなそうだから Excel はじゃないのは嫌だっていう方もいらっしゃったりしましたね。そうですね、まあ、何でもそうなんですけど、最初スタートするとき、新しいことするときって、すごく抵抗というか、まあ、見えないものであるがために、すごくこう、壁を作るっていうことは、まあ、これは、この今のアダプティブだけではなくて、まあ、もちろんネットスイートもそうですし、他の事業に対してもそうなんですけど、まあ、ただ慣れていけばすごく逆に使いやすくなったりとか、まあ、そういう声は過去の我々違う、ワークフローのシステムであったりとか使った際に最初抵抗とかはあったんですけど、まあ、今はむしろ、まあ、これをなんで早くやらなかったんだとかいうことも自分たち自身でやっぱ反省する部分とか現場レベルでそういうことがあったりしますんで、まあ、ここはちょっとね、我々の持っていき方ももちろんあるんですけど、まあ、慣れかなっていう部分は感じます。なるほど、なるほど。わかりました。まあ、ちょっとアダプティブのコンセプトっていうか、としては、もともと CFO が作ったツールで、まあ、CFO とかファイナンス部門の集計作業があまりにも大きすぎるので、それをいかにこうパッケージというか、ツール化して、本社部門がこう戦略策定とか分析とかに注力できたり、もっと言うと現場が自分自身で予実管理、予実再分析とかできるようにっていうコンセプトを作ったものなので、まあ、その解決策としては、ちょっとどうしてもこうパッケージになってしまうというか、ところだったので、なるほど。ご意見伺えて非常に参考になりました。はい。あとは、今後、次の質問は、一応一旦想定したのは最後なんですけども、今後の展望ですね。さっきおっしゃってた、属人化とかですね、集計作業っていうのは、もうデジタル化というか、クラウド化していった先に、何かこうやられたいこととか、で希望されることって、今でいう案とか、なんかありますか？